レールガンという言葉をご存知ですか？日本政府が開発を急いでいる武器の一つです。今回はこのレールガン開発はどこまで進んでいるのか見ていきたいと思います。2022年になってからというもの、北朝鮮は超音速弾道ミサイルと思われる物体の発射を繰り返しています。その飛翔体への対抗手段として、2022年度防衛予算に、レールガンの研究開発費が計上されました。このレールガンについては、1月12日に放送された BS 日テレ、真相ニュースで取り上げられました。詳しい内容を挙げますと、小野寺御典元防衛省と小原凡司笹川平和財団上席研究員の話が話題になったのです。レールガンの実力と可能性、そして今後の課題などが訴状に載せられました。ここで改めてレールガンについて説明します。一言で表現すると、火薬を使うことなく、2本の通電性の高いレールに高電力を流し、その電気エネルギーが磁場を発生させることによって、レールに乗せた弾体を射出する仕組みです。電磁砲とも呼ばれ、次世代兵器とみなされています。このレールガンは、試作段階で 200km 以上の長距離射撃が可能だそうです。理論上、火薬で発射する銃砲や、燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べると、経費も安く、しかも連射可能とされますから、飽和的ミサイル攻撃などへも対処可能と思われる兵器と考えられているのです。花火などもそうですが、雨が降ったら火薬は使えませんから、火薬を使うことなく発射できるというのは、確かに効率的でしょうね。防衛省が、これまでに試作したレールガンでの発射試験の結果は、発射初速が 2300m/秒、およそマッハ6が観測されたということです。戦車砲の発射初速は、1700から1800m/秒と言われますが、それを軽く上回っていますし、防衛省の構想では中国、ロシア、北朝鮮が、急ピッチで、開発を進めている超音速誘導弾への対抗手段になり得ると期待していると言われています。その証拠に、2022年度防衛予算には65億円に上る研究開発費が計上されているということです。前出のテレビ番組、真相ニュースの中では、キャスターから様々な質問がありました。レールガンを開発するメリットは何か？小原上席研究員は、弾体を非常に高スピードで遠くの標的に当てることができると考えている。ミサイルなどに弾体が到達するまでの時間も短く、連射も可能と聞いていると答えた上で、アメリカ軍による地上試験では射程 370km という報告があったし、連射性能向上の可能性についても述べました。付け加えて、弾体に火薬を入れて爆発させなくても、高スピードによる破壊力が期待できるとも発言したのです。強力な磁場を発生させるための装置は必要か？というキャスターの質問に対しては、先行国であるアメリカが10年間開発を続けて、うまくいかなかった理由として、高電力を出せる電源装置開発が難しかったことを提示、特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置開発が難しかったためではないかと指摘しました。現状で、レールガンが艦載可能な艦艇として例示したのは、統合電源システム IPS を持つズムウォルト級駆逐艦でした。IPS は、大きな電力を必要な箇所に集中的に配電できるシステムなので、レールガンの発射は可能と見ているが、発射には高電力が必要なので、他の電子装置が使用不可能になってしまうので、
実際に関西は難しいと判断した上で、日本ではこういった電源システム関連の研究が進んでいるから、技術の優位性があると結論付けたのです。一つの武器を使うため、高出力の電力が必要だから、他のものは使えない。アニメ、エヴァンゲリオンの矢島作戦を連想したのは筆者だけでしょうか。そういえば、東日本大震災の直後、電力不足に陥った地域に電力を回すため、他の地域が節電したことも矢島作戦と呼ばれましたね。癌は旧大。真相ニュースでは、当然ながら小野寺元防衛相へも質問がありました。現在では、発射されたミサイルを撃ち落とすために、非常に高価な迎撃ミサイルを使っているが、安価で連射可能なレールガンの有用性をどう評価しているかというものでした。小野寺氏は、2012年、平成24年に、初めて防衛大臣に就任した時から、レールガンについては理解していた、多額の費用を要する、ミサイル防衛システムに代わる、次世代のシステム研究をしっかり行うように、指示を出したと明かしました。防衛省に再任した2017年、平成29年には、レールガンの試作機は製作過程だったが、その段階で、かなりの高スペックを持っていることは、感じていたとも語りました。そして、自分は、現在、自民党内の防衛大綱を議論する、ワーキングチーム座長という立場もあって、レールガンの性能向上のために、予算計上などを応援している、小原研究員と同様、日本が持つ先端的電気関連システム研究に、大きな期待を寄せている、陸上配備で対応可能と思われるが、専守防衛の観点から、すれば飛来するミサイルを撃ち落とすには、航空機へ搭載することも視野に入れつつ、レールガンは日本にとって必要な装備のあると考えているという認識を示しました。番組では、レールガンの課題とゲームチェンジャーとしての可能性にも触れ、大きな電力を供給する電力源の確保、変則的に起動するとみられる、極超音速誘導弾迎撃に本当に有効なのかといった、多くの疑問が投げかけられました。今後巨額に膨らんでいく可能性が高い研究開発費などについても、両氏に鋭い質問が飛んだことは言うまでもありません。電源問題は、研究員も実用化についての一番大きな問題と認識しているようです。電源を常時確保できる環境でなければ、蓄電池などの装備が必要になるので、その場合、放電後の蓄電に時間がかかるので、連射できないと指摘しました。とはいえ、電源システムや蓄電池技術に関しては、日本は世界でもトップクラスですし、将来的に、レールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったとしたら、電源システムで、日本の優位性を活用すべきと語りました。気になる極超音速ミサイルの変則軌道への対応ですが、小野寺氏は、レールガン一つで防衛システムを構築するわけではない、イージスシステムや PAC-3 パトリオットなど、現在あるシステムと複合的に防衛に当たるとした上で、レールガンを含めて飛来する標的に、照準を合わせて的中させるというだけ発想ではなく、当たらないまでも、近距離で炸裂させ、標的に被害を与えると、など、様々な可能性を研究すべきと考えている。それはまだ始まったばかりと話しました。小原研究員は、極超音速ミサイルは、スピードが上がるほど、運動性が低下する、高度を下げると、空気抵抗によって、スピードが下がることから、変速軌道を取れるのは、空気の薄い高高度にある時だけで、標的に接近して高度が下がると、いずれまっすぐ落ちてくるので、それを待って、
レールガンを連射して迎撃できれば、超音速でも撃墜は可能と語りました。レールガンの開発が始まったのはかなり前のようです。60年前の1960年代、昭和35年から構想はあったそうですが、本格的に始動したのはここ10年ほどなので、その実現性を疑問視する声もあるようです。しかし、小野寺氏は、防衛大臣在任中、防衛省幹部のレールガンへの期待と情熱を感じた、防空面だけでなく追艦攻撃への活用という構想もあるので、実現する可能性は高いと考えているようです。さらに、日本とアメリカの共同開発が実現すれば、同盟強化にもつながることになるし、2028年までにはテストを終えて実用化に進むかどうかに注目したいと希望を述べました。小原研究員は、2028年までに開発が終わるというのはかなりのスピードということになる。日本がこういったハイスピードで技術開発を進められるパワーを具体的に世界へ見せつけることで抑止力を高め、日本が主体性を持ってアメリカと共同開発を進めていくことで、中国が日本には主体性がないと見ていた考え方を変えさせることができると語りました。そして日本が今後革新的技術をさらに高めていき、ゲームチェンジャー的なものを開発できるようになったら、日本下手出しすることをためらうようになり、戦争を起こさないことにつながっていくだろうと推測を述べました。